カルロス・フエンテスは、メキシコの作家、批評家。外交官であった父のラファエル・フエンテスが赴任していた、パナマ市に生まれる。翌年から来と、モンテビデオ、リオデジャネイロに住む。1934年に、父がメキシコ大使館の参事官として赴任した町である、ワシントン DC の小学校に通う。夏季は、メキシコシティで過ごし、母語である。 スペイン語とメキシコの歴史の勉強に励む。サンティアゴデチリとブエノスアイレスに住み、この時にアメリカ大陸の文化的特徴の影響を受ける。16歳にしてメキシコへ戻り、メキシコ高校へ通う。雑誌、おいしの気候家として作家活動をはじめ、コレヒオ・フランセスモレーロス文学コンクールで最優秀賞を獲得する。1949年に法律を志すがすぐに、 諦め、ロンドンへ旅立つ。1958年に出版した、諸女長編、住み渡る土地で早くも、名声を獲得し、その後も、アウラ、アルテミオクルスの詩を発表するなど、ラテンアメリカ文学のブームを牽引する存在となった。テラノストラで、ラテンアメリカ文学最高の名誉とされるロムロ、ガジェゴス賞を受賞する。十七歳で両親と、同じく学者になり、 パリやロンドンで教える。また、ハーバード大学やコロンビア大学などでも教え、その後ブラウン大学でも教える。1975年にはフランス大使に任命されるが、1978年にディアス・オルダス元大統領がスペイン大使に任命されたのに抗議し、諸行辞する。2012年5月15日、メキシコシティで死去。83歳坊津。ありがとうございます。